サンマルコ広場の行列、アカデミア美術館、ジェンティーレベリーには、イタリアのルネサンス期ベネツィア派の画家。ベネツィアのルネサンス美術は、フィレンツェより遅れて15世紀後半から始まり、ベロネーゼ、ティツヤアーノ、ジョルジョーネ、ティントレットらが活躍した16世紀に黄金時代を迎える。ベネツィア派の特色は、絵画において、色彩の果たす役割を重視し、華麗な色彩によって、 感情や雰囲気の表出に努めたことである。この点が色彩よりも形態やデッサンを重視したフィレンツェ派と異なっている。また、北方フランドルの影響を受けて、早くからキャンバス画や油彩画が発達したことも特色である。これは湿度の高いベネツィアがフレスコ画の制作に適していなかったことにも一因があるとされる。ジェンティーレベリーには、 ベネツィア派の初期に活躍した画家一族の一人である。父のヤーコポ・ベリーにはベネツィア派の創始者とされる人物であり、弟のジョバンニ・ベリーにも巧妙な画家である。ニューワナ聖母思像で知られる弟のジョバンニの方が知名度が高いが、兄のジェンティーレも油彩画の初期の体制者として重要な画家であり、特に都市景観や群像表現に優れている。肖像画も良くした。 スクオーラディ・サン・ジョバンにエヴァンジェリスタのために描いた聖十字架連作が代表作である。オスマン帝国の首都イスタンブールに出向き、当時のスルタン・メフメト二世の肖像画などを描いたことでも知られる。ありがとうございます。